どうも、新商品ハンター、柴です。ということで今日はですね、僕好みの新商品が出たということで、それをね、ペロリンチョしちゃいちゃい、ということで今日行くのはこちら。唐山から、やばいのが出たらしいのよ。見てこれ。鉄板ニンニク唐揚げ定食。これをペロリンチョしてやりたいと思います。またニンニクですか。そうですね。365日、ニンニク生活、今日も行きましょう。ということで、早速潜入してみる。はい、ということで潜入しましたね。これやこれ、このニンニク唐揚げね、表でも言うたけど、これにな、濃厚背脂醤油だれがかかってんねん。このニンニク唐揚げはあってん、これがかかってるからちょっと二郎っぽくてうまそうじゃない。ただこれちょっとあんまり入ってない、3つぐらいしか入ってないから、単品でちょっと足せるか聞いてみるわ。はい、すいません。あ、すいません、ちょっとお聞きしたいんですけど、このニンニク鉄板ニンニク唐揚げ定食って、この唐揚げを足すことってできるんですか？はい、単品で頼んだやつここに乗っけてきてもらうことってできたりするんですか？あ、大丈夫ですか。じゃあ、この鉄板唐揚げ定食に単品で5個頼むんで、乗るだけで、乗れんかったら別皿で全然 OK なんで、はい、お願いします。あとご飯大盛りで、はい。で、坊ちゃん何する？赤から定食でお願いします。はい、あと生ビールと手羽先にこうお願いします。はい、いけました。いけましたか。はい、やっぱりね、僕ね、見た目こんもりがやっぱ好きなの。デブかということでね、ちょっと楽しみに待ちましょう。はいはいはい、別に来ちゃった。あ、別に来たね。やっぱ乗れへんかったよな。乗れへんかったみたいな。まあ、とりあえず乾杯です。いい匂いする唐揚げの。もう食べていい？待て。お座りしてる。待て。待ってる。おかわりは取る取るな取るなちゃうか。待て言うたやんか。病気やね、待たれへんわ待てのできない芝系やな、ね、そんな。向こう行った向こう行ってもだ。はい、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 ありがとうございます。おお、こういうことか。ということで、これが鉄板ニンニク唐揚げ定食、これですか。うわ、ニンニクの香りするやん。するやろ。しかもここにな、背脂、これはうまいで。いいね。ちょっと乗ってこうへんかったか、僕ちょっと自分で乗っけていいかな、今から。おお、いいよ、盛り付けるわ。うん、ということで盛り付けました、こちら柴流鉄板ニンニク唐揚げ定食です。おお、これな、やっぱこのビジュアルよね。あの、ニンニクなくなったけどね、ここにおんねんけどまあこれでいただきますじゃあ早速、これな、普通のニンニクやね。だからこの、あーはーはーはー、この下のタレがついてる、ね、そうそうそう、これいくわ。これほら、タレついてん、これちゃんと。これが元祖ね、鉄板ニンニク。これはいいね。いい？うん。ハマった。あの、そんなめちゃめちゃニンニクしてない。ほうほうほう。もう一個食べてみるな。これに、これをつけていく。こうやって。あ、背脂ね。うん。背脂。で、これで、いきますか。うん。これね、思ったほどニンニクない。あ、そうなん。うん。うんうんうん。え、唐揚げ自体もニンニクの味は控えめ。控えめですね。控えめって僕はマジ言ってるだけやけど、うん、あ、うまっとニンニクガツンとくるかも。おう、そうじゃない、ほのかにくる感じ。うん、だからこれ仕事中でも食べれるの。あー、そういうことね。無理やった、熱すぎて。うわ、そりゃ鉄板やで、湯気めっちゃ出てるからこれちょっと野菜が食べたかったんや。うん、野菜死ぬほど美味しいわ。ニンニク醤油っていうか、うん、まあ、醤油はかかってんねんけど、うんうんうん、みんなほんまに想像してるようなガッツリくるやつじゃなくて、ほんでほのかに甘みがあって、うんうん、すごい食べやすい。へー、うん、おいしい。うん、結構やっぱこっちにニンニクあったみたいよもうこれ食べた時点じゃこれニンニク分からへん。あ、そうなん、うん、へー、ないように見て結構あったと思う。
まあ、普通の人やったら多分ニンニクあ効いてて美味しいな。なるほど、うん、マジしてんのか。うん、数々のニンニクとバトルしてきた僕はちょっと戦闘力強いかもしれない。あ、修行ね、うん、ニンニク修行ね、うん、あ、ポロロ入ってるんや。美味しい。この一番さ、ジャンクっぽい部分っていい、これ。あー、伊勢油たっぷりの野菜ね、うんうん、これを込めていったらもう完璧。これいいわ、野菜もうまいもん。おう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 。正直あのキャベツを食うよりこっち食うだほうが全然うまい。うん、大好きなニンニクがかかってるだけやけどな、うん、背脂と、うん、何でも食うなこの男。野菜にニンニクと背脂さえかければ、うん、食うで。正直言うともうちょっとパンチが欲しかった。あ、このなんか僕の気持ちの高ぶりがすごすぎて。あーはーはーはー、めっちゃ美味しいねんで、うん、バランスがいいし、うん、せやな。これだって3日前ぐらいにネット載ってたら、うん、これ行こうこれ行こうずっと言うとったもんな、うんうん。いやまだ発売日まだやから、ちょっとあのジローぐらいニンニクががっつり効いたパンチの効いた商品かなと思ったかと思ったんや、うん、見た目がね、うん、うんうん。で手羽先、これうまいよね。うまいな、うん、手羽先いつもこう食べんねんけど、うんうん、ネットでなんか見て手羽先をあのうまく食べる方法みたいな。ほう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 。まずさ、まずこれをクラッシュするらしい。おクラッシュな。クラッシュしてあれどういうこと？そう、忘れてくれるか。どういうこと？なんか違うぞ。なんかもう完全にあのいつもの形になったわ。そうやな。唐揚げの中で最も好きな部分は手羽先。おお。でこの形ね。あ、いつものね、うん。はいはいはい。カップチキン思い出したらね。うまっ。うまっ。思い出すなカップチキン。ファミマのやろ？ずっと言ってるやつ。うん、あれなんでなくなったよな。復刻してほしいわ。いただきます。はい。お、いつもの味。じゃあ唐揚げ食べて。いつもの味ですね、これ。おいしい。ほら、混ぜたらうまいんや、さらに。あ、下から？うん。下のこのタレをふんだんにこうつけていって、混ぜたらうまいんや。これよ。これ最初よりいい感じに絡んでるでしょ。うまいな。うん。すごい絡んでくるね。こんな感じで。うまっ。ビール合うよね、唐揚げには絶対ね。たまに考えたことあるね。うん、毎ニンニク持ち歩こうかな。けど僕ね、うん、チューブニンニク、刻みニンニクが好きなんですよ。はあ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 。刻みニンニク、ポケットに入れとくとやばいやつやろ。食事されたら、なんて言おう。お前これなんや、ニンニクです。もうマヨネーズ行こう。ジローにマヨネーズ合うん？生マヨネーズなんか何でも合うねん。これはね、もうね、昔にマヨネーズ持っていったら天下統一できる。あ、これを持って、うんうん、もう殿様とか、うん、いろんななんていう国王とかに献上したらもう天下統一できる。ありがとうございます。すみません。で、唐山はなんて言ったって塩辛食べ放題だね。おお、そやな、うん、僕不思議に思うねんけど、唐揚げになんで塩辛が食べ放題なんやろな。ご飯を食うっていう意味ではめっちゃいいけど。ほんまやな。うん。けど、だってこんだけニンニクとかもみんなに合わせてきてるわけや。うんうん。結構塩辛嫌いな人多い。その辺どうなってるのかな。そこはもう多分創業者が辛、あの塩辛好きなだけ。あ、そういうことか。うん。あの塩辛絶対置いとけよ。うちの顔やぞ。鳥どこ行って。鳥どこ行って。鳥が顔やろ。なあ。いやでも唐山の辛は、もしかしたら。塩辛の辛かもしれへんな。かもしれへんぞ。間違いない、間違いない。その説も素敵ね。塩辛食ってからこれ食うやん。うん。これはやめた方がいい。ジローと合わない。全然合えへん。合わへん。全然合えへん。何やろ。
天敵。これは言わんけんけど、このニンニク醤油だね。うん、全然なんかね、食べ口の中に入れた瞬間、うん、塩辛の悪いところが全部に広がるというか。おーおーおーおお。なんかもう生臭いみたいな。なるほど、指にもいっぱいついてるけど。そう。あれやんけど、やっぱ塩辛と米めっちゃうまいわ。せやな。うん、ここさ、無限酒いけんじゃね？塩辛で？無限に。塩辛と塩辛で。塩辛と塩辛では塩辛やな。あ、お酒と塩辛。お酒と塩辛ね。あったかいご飯に塩辛めっちゃ合うもんな。塩、うん、辛茶漬けもうまいしな。うん。ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。聞いてきたで、塩辛が何であるか。おやっぱりオーナーが塩辛好きなんではなかったわ。だってどういうこと？どういうこと？あのね、塩辛はなんかね、このお客さんが来てくれるらしい。なかなか食べ放題で明太子とかお漬物とかあったけど、塩辛っていうお店がなかったみたいな。それで塩辛を置いたらこうなって、塩辛食いたいぜみたいな感じでお客さんが塩辛を目当てに来てくれると。塩辛は高いから他のところにあんまないねんて。おだから、うん、それをリーズナブルで、うん、唐揚げ定食って結構リーズナブルや、うんうんうん、それと一緒に塩辛も食べれるから、うん、ハッピーよねっていうのでやってんねんて。ああ、なるほど。物分かりのいい人で助かりますということで本日もありがとうございました。ああ、デブになっちゃったよ本当に。今日はコレステロール取れすぎたぜ。血液ドロドロ。はい、あとビールもお願いします。ちょい、え、ごちそうさましたよね。何、どういうこと？和風のバニラです。アイスです。熱々ご飯にね、これ。うわー、うまそう。これ枯れてる、ここよ、ここ。ありがとうございます。あの、撮影終わってから、うん、その塩辛ご飯とお酒を堪能するのやめて。まあ、ゆっくり食べて。なかなか折れへん。いやー、ちょっとなんかちょっとだけ足りへんからね。はあ、今日なんか頼むまでもなかったから塩辛食おうと。オーナーの戦略にはまったな。おもろい。早山恐ろしい。